いよいよミニ四駆選手権地区予選大会準々決勝の日となりました。はい、皆さん覚えてますよね。かわいいアナウンサーのかわいです。そして前とおなじみの前とです。私の前に出ることないでしょ。いや、失礼失礼。では準々決勝対戦チームを紹介します。では両チーム登場です。まずはダッシュウォリアーズ。対するはミュウツー。人の顔が見たいわ。また証拠にもなく来ちゃったのかい。年寄りに席を取っておこうなんて見上げた心がけじゃ。ありがたいね。なんだよな、いつも恥ずかしい。あれ、なんだ。強豪ダッシュウォリアーズの噂は我ら U2 も聞き及んでおります。対戦の前に挨拶をと参上いたしました。あれが U2 のリーダーか。いかにも。以後お見知りおかれよ。はい、プリンセス、昨日はどうも。どうしたい、今日はずいぶんダッセー格好してるじゃんか。ここは聖なる戦の場、飾りなど無用の世界、化粧するなどもってのほかじゃ。オーマイゴーズ、てめえ、やめちゅうに。おい、ハンクロー、俺の化粧をバカにしたな。ただじゃすまねえぜ。やめんか。姫様に気安い口を聞くな。俺たちに勝ってからにしな。俺たちのマシンにな。あれはアバンテジュニア。しかも空力をさらに上げるような形になってやがるぜ。パワーも相当ありそうね。姫様、こやつらの相手など無用です。では後ほど。うつか。あいつらカッコつけちゃってな。今日の勝負ちょろいぜ。どうしたんだよ、二人とも。え？なあ。なあじゃねえだろ。昨日はどう思って、あいつらのことなんで知ってんだよ。一体どういうわけなんだよ。なんだよ、こんなとこ引っ張ってきて。実はな、四クロ。昨日、俺とシンクロが U2 の店に行ったとき、ちょっとしたことで U2 の奴らとレースをすることになっちまってよ。俺たちのマシンの性能が奴らにバレちゃいけないとわざと負けたんだ。
作戦は大成功さ。奴らにバレずに済んだんだ。奴らはハトメを外して性能を落としてるのを知らねえはずだから、きっと俺たちを舐めてかかってくるに違いないぜ。そういうこと。つまり奴らは絶対僕たちに勝てないの。そこでどうせこのレースで一着になるのは僕たちだ。この中で誰が先にゴールするか競争しないか。いいね。乗った。あおう。そう、1位は俺のキャノンボールで決まりだ。そうかな。僕のシューティングスターに勝てると思ってるのか。2人とも甘いね。ゴールはエンペラがいただくぜ。あ、俺だ。絶対オイラ。何やってんのかしら、さあ、いよいよ第一レース、暗黒の谷スタートです。各選手が今スタート位置につきました。え、お姫さんは出ねえのか。本当だ、いないや。なめやがって。4人で十分ってわけか。それじゃたっぷりなめてもらおうじゃん。さて一段となってトンネルに入ります。あ、中の様子はオーロラビジョンでご覧くださいね。このレース仕掛けは何とも大げさだが、ストレートの勝負と思って間違いない。とすると最高速の速いシューティングスターのキャノンボールが有利か。いけキャノンボール。シューティングスターだ。ぶっちぎれエンペラー。いけーロングロー。これはどうしたことでしょう。ダッシュウォリアーズ遅れました。ユーツーの4台が逆風をものともせずに走ってます。あの改造ボディは風の力を利用し安定した走行性を生むようになっているのか。 U2 は風を味方にしたのね。いや、それだけじゃない。彼らのマシンは俺たちのマシンより速い。 U2、 4台揃って今ゴール。見事 U2 が第一レースを圧勝しました。お前のせいじゃ。なんで？何がちょろいだよ。乾杯だぞ。乾杯。乾杯。なんちゃって。一体どうなってんだよ、シンクラ、パクラ。お前らの朝知恵など通用せんわ。ハトメ外しで性能を落としたなんてお見通しよ。それじゃあ僕たちのマシンのデータは U2 の奴らに全てバレているのか。シンクロ、パンクロ。そういうことだったのね。いや、そのすーだー。お前らのマシンはチームの中で一人の速さなんだぞ。このタグ、それより速いマシンで来られたら勝ち目ないじゃない。わかもマシンが速いだけではレースに勝てないってことはすでに学んだはずだぞ。お前たちは一番大事なことを忘れている。一番大事なこと？マシンの性能など当てにするな。お前たちがなぜ5人いるのか、それを考えろ。考えろと言われてもどうすればいいの？それがわからなければ次のレースも我々の負けだ。負けたのは僕のせいだ。責任は僕が取る。次のレースは絶対勝ってみせる。シンクロ一人のせいじゃねえ。俺だってシンクロ、パンクロ、二人
二人だけのせいじゃねえよ。オイラだって悪いんだ。やつらを舐めてかかったオイラの。いや、マシンの性能を知られたのは僕のせいだ。僕が悪いんだ。いや、オイラだ。いや、俺だ。いや、僕だ。オイラだ。俺だ。僕だ。オイラだ。俺だ。僕だ。オイラ。俺だ。僕。オイラだ。僕。オイラ。オイラ。オイラ。僕。まただ。ダッシュウォーリアーズの皆さん、第2レースの用意ができました。会場に来てください。お待たせいたしました。ただいまより第2レースを行います。では前田さん、コースの説明をお願いします。このコースは名付けて砂嵐の谷。なお風の谷半分勝負は風にちなんだレースです。第2レース砂嵐の谷コースは廃墟をスタートし、吹き荒れる砂嵐の中をゴールのオアシス目指して走るんです。さらにレーサーはガイドステップを使いながらマシンとともに走ります。つまりレーサーの実力が試されるわけです。おいめめめ。さあ各選手がスタート位置につきました。緊張の一瞬です。遅いだけだ。俺に構わず先に行け。バカなこと言うなよ。置いて行けんかよ。後がないんだ。いいから行け。タンクロー、お前。タンクロー、あいつ。タンクロー。よし、分かった。ゴールだよ。ちょっと待って。おう。シンクロ、マシンの調子がおかしいんだ。なんだ、お前もか。え、パンクローも。うわ、砂だ。時空系に砂が詰まってるんだ。回転が速い分、俺たちのマシンが先にこうなったんだ。じきにみんなのマシンも変になるぞ。勝負は見えたな、ダッシュウォーリアーズ。補正歯止めなんてチャチなもん使ってるからよ。俺たちのマシンはラストシール付きのベアリングだぜ。なに、あばよ、砂のもくずと消えちまいな。くそ、どうしたらいいんだ。お前たちがなぜ5人いるのか考える。そうだ、僕たちは5人いるんだ。パンクロー、俺たちが死ななきゃならないようだな。砂嵐の谷は予想以上にマシンを痛めつけています。どんどんサバイバルレースの様相を呈してきました。 U2 のマシンはゆっくりとですがどうにか進んでいます。さてダッシュウォリアーズはどうなったでしょうか。ああ4人が集まって何やらやってますが、あーっとこれは、なんと呪術なぎ走法です。前のマシンが風よけになって後続のマシンを砂嵐から守っています。シンクロー、すまん。なに、これは俺たちが勝つためなんだ。礼を言われる筋合いじゃないぜ。勝たなきゃ意味がないってことさ。どうやら分かったようだな。お前たちがなぜ5人いるのか。なっちまった、これまでか。よくやったぞ、シュートミスター。さあ、みんな先を急ぐんだ。わかった、次は俺だぜ。行くぞ。負けたらただじゃおかないぜ。行け、ダッシュウォリアーズ。行け。キャニーになってしまったダッシュウォリアーズ、必死の追撃です。しかし U2 はもうゴールが目の前。あー、シンクロ君に続きパンクロー君もリタイアです。みんな頑張れ。あ
神様、仏様、ダッシュメンが、今度はリンコさんのマシンが止まりかけています。大丈夫かリンコ。ごめんねヨンクロ、変わったばっかりなのに。もうダメだ。頑張るんだヨンクロ。私このレースで改めて分かったわ。え、私たち仲間同士で競ってちゃダメなのよ。ダッシュウォーリアーズは5人の心が一つになってこそ一人前。互いに助け合ってゴールを目指す。それがチームワークだ。そうよ、お兄ちゃんが言ってたのはそのことだったのよ。だからみんなのために、あなたのためにゴールを決めて。あ、さあ残ったのはヨンクロ君ただ一人。ダッシュウォーリアーズ大ピンチ。おや、これはどうした。ゴール目前で U2 の足が止まりかけてるぞ。やばい、俺たちのマシンが風に押さえ捨てられて埋まっていく。あ、ダッシュウォーリアーズのやつが追いついてきやがった。くそ、なんとかしなくちゃ。よし、もう少しだ。あ、どうした、エンペラー、エンペラー、エンペラー。うわー、エンペラーも止まってしまいました。ダッシュウォーリアーズ絶対進め。今のうちじゃ、砂をかき分けてでもゴールしろ。くそ、くそ、くそ。ダメだ、シャフトがロックしちまった。みんな進まない。ん、今の光は。やっと会えたな、ヨンクロー。タンクロー、無事だったのか。うん、パワー走行で速度が遅いから砂の巻き込みが少なくて済んだんだ。オイラのエンペラー、シャフトに砂が詰まって動けねえ。そのままお前がゴールしてくれ。いや、このまま行ってもバーニングさんのスピードじゃ間に合わない。よし、近場近だ。行け、バーニングさん。エンペラーに命を吹き込むんだ。チーム第2レースの負けを認めよう。しかし、しかし次の第3レース、この機動員姫子、自ら相手を倒してやるわ。何、姫様万歳、姫様万歳、万歳、万歳、万歳。小さなヒーローだけど、身
見失うなよ大きなゴールを。君は未来のウィナーだから、風に勇気を膨らませ走れ。俺たちのホライゾン、俺たちのホライゾン。